さん、はじめまして。まずは自己紹介からさせていただきます。一心寺33観音第3番観音の鏡霊です。よろしければ霊って呼んでください。実は私、たくさんの方の悩みを取り除くのが得意なんです。でも昔と違い、人の悩みも変化してきました。特に最近ですと、人付き合いや SNS でお悩みになってしまっている方からのお悩みが多いですね。まだまだ私も現代の人の悩みに対しては修行中の身の上なので、もしかすると少し頼りないところもあるかもしれませんが、皆さんのお力になれるように精一杯頑張ります。悩んだ時や苦しい時には決して無理をしないで私に頼ってくださいね。そういえば、先ほど一心寺のスイちゃんから、レイちゃんは青がとっても似合うねと衣装のことを褒めてもらいました。私は昔から青い色が大好きなので、褒めてもらえてとっても嬉しかったです。この色を見ていると心が晴れやかになって、心から落ち着きます。冷静になって考えると、難しいと思っていたことが案外簡単に解決することもあるんですよ。よかったら青色を見た時には私のことをほんの少しだけでも思い出してくださいね。そうしてもらえたら私とっても嬉しいです。それじゃあまた会いましょう。皆様のお越しを一心寺でお待ちしております。